毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。赴任後、日本の首相、外相に一度も会えていない韓中日大使が、お隣さんの国政監査で糾弾されています。痛いところ疲れたのか、そんな話をするな、と激高するなど、白熱したバトルが繰り広げられたみたいです。お隣さんからは職務怠慢と指摘されているのですが、韓大使の発言は日韓関係を冷却する要因にもなっているので、素晴らしい仕事ぶりです。ニュースの詳細。今月6日、中日および中中韓国大使館を対象に行われた国会外交統一委員会の国政監査で、カン・チャンイル駐日韓国大使が凍りついた日韓関係を改善する適任者ではないという指摘が出たことで、韓大使と議員の間で舌戦が繰り広げられた。韓大使は今年1月に駐日韓国大使館へ赴任したが、これまで日本の首相や外相に一度も会っていない。韓大使はこの日、その理由について、冷え切っている日韓関係が主な原因だと答えた。これに対して韓国外交部第1次官出身の国民の力のチョ・テヨン議員は、前任の大使たちも日韓関係が悪かったが、韓大使だけが唯一赴任中に一度も首相と外相に会えていないではないかと指摘した。韓大使はこれまでは帰任する際に首相を表敬訪問するのが慣例だったが、前任だったナム・グァンピョ大使が帰任する際には会えなかったとし、それだけ日韓関係は冷え切っていると説明した。しかし、チョ議員はそれにとどまらず、韓大使が今日本にいらっしゃる理由は、日韓関係を改善することが目的であり、これに最も適しているとされる適任者を送ったのだが、韓大使が赴任されてから、今まで業務実績が出ていないとし、日韓関係が悪いのも原因だが、大使が関係改善の糸口を見つけられないでいる部分もあるのではないかと攻勢を続けた。これに対して韓大使は怒りを含んだ声で、日韓間の現在の葛藤構造は一人の力で解決できるものではないとし、首相とは日程を調整中で、いつか会うことになるだろうと反論した。韓大使はまた赴任後に各党の代表らに会い、元首相らとも会って挨拶を交わしたと述べ、実績がなくはなかったことを強調した。韓大使は日韓間の雰囲気が昨年より良くなっていると述べたとのことです。あかん。菅政権が韓大使を承認した時、日本を侮辱する発言で有名な人物をなんで承認したのか疑問だったんだけど、承認しておいて面会はしない、こういう仕方のやり方もあるんですね。このまま文政権の最後までこの大使を放置すれば、赴任先の首脳と面会もできない無能な大使として名を残すことになります。これは数々の無礼に対する一種の報復なんじゃないかな。韓大使は駐日韓国大使に任命されたのに仕事をしていないと、お隣さんの国会議員から糾弾されています。首相、外相と面会していない大使などこれまで存在していなかったのではとする質問に対して、面会を申請していないだけと見苦しい言い訳をしています。さらに突っ込んだ質問をされて、首相や外相に大使が会うのは一般的との質問には、そんなことはないと激高しています。会えないのではなく、私が会わなかった、こんな言い訳をするなんて大使として終わっています。なんで駐日大使をしているのでしょうか。これでは職務放棄と言われても仕方ないです。でも日本としては好ましい態度なので、このまま職務怠慢を貫いてほしいです。頑張って、もしも日韓関係が改善するようなことがあれば、今後親日派のレッテルを貼られて自国で暮らせなくなってしまいます。だから会わなかったというしかなかったのかなって思います。これまでの韓国大使が首相や外相に会っていたというのは事実です。韓大使に会わないということは、もう会う必要がない国になってしまったということです。お隣さんでは冷遇されていると怒っている人が多いみたいですが、冷遇も続けば普通になります。日本とお隣さんはこれからそういう二国間関係になるんです。これは両国が求めていることなので、避けようがないのかなって思います。ほんで、日本の政治家が難癖をつけている、戦争責任は天皇にあり、師範の息子である現在の天皇が謝罪すれば全て解決する
北方領土はロシア領。こんなことを言う人間が日本でまともに相手をしてもらえるわけがありません。国が違えば価値観や考え方が異なります。大使は他国のそういう部分を尊重しながら自国の主張を伝えて両国が折り合える落としどころを作る。こういうのが仕事のうちだと思うんだけど、日本の立場を尊重する気はさらさらないみたいです。自分の軽率な言動が日韓関係をここまで凍りつかせた一因になっているということを認識した方がいいです。もし認識できないのであれば、何かの紙に書いて家のドアにでも貼って毎日見返しましょう。常にボールは韓国側にあります。お隣さんが態度を改めない限り、日本側にはお隣さんの駐日大使と面会して会談するメリットなんてありません。進展も見込めないのにわざわざ会うだけ会う、これを時間の無駄と言います。わざわざ米国に出向いて中国の強硬姿勢は当然などと、同盟国の米国ではなく中国の肩を持つ発言をした人物を外相に据えているのが文政権です。この韓大使のように日本政府の神経を逆なでする発言をした人物を駐日大使に据えていたとしても何ら不思議はありません。米韓関係を強固なものにし日韓関係を改善したいと思うなら、このような人物を外相や駐日大使に選んだりしません。この二人の例からもわかるように、文政権の反日反米という基本姿勢にのっとって外交政策と人員を決めています。だから韓大使は文在寅政権の狙い通りの成果を上げているんじゃないかなって思います。こちらがお隣さんの反応です。親日派の国民の力出身の駐日大使だったらすでに頭を下げていただろう。安倍に謁見するときに高さの違う椅子に座った本俊平の写真を思い出す。国民の力の主張は日本に頭を下げてでも首相に会えということか。もしそうなら国民の力の議員は売国奴ということになる。各国に大使がいる目的は自国民の保護が第一優先事項だ。むしろ日本の首相が我が国の大使に会おうと先に連絡してくるべきなんです。どうして私たちが日本に会ってくれと頼まなければならないのか。あいつらが会わないと言っているのに、あえて私たちが頭を下げて面会を要請する必要があるのか。最初は残念だったけど、今では面会しなくて正解だったと思う。国民の力は好きなだけ日本に行き、好きなだけ主要閣僚と会えばいい。日本に忠誠を誓って永遠に日本に行きなさい。国民の力のやつらは我々が日本に頭を下げることを望んでいるらしい。どうして日本の首相に会わなければならないの。韓大使、親日派の状況説明お疲れ様でした。以上が国民の反応です。韓大使は日韓議員連盟のお隣さん側の重鎮を務めています。強烈な反日思想を持っている人物が重鎮なので、日韓議連はまともに機能していません。日本側の議員たちも売国奴的な発言をしています。なぜかはよくわからないけど、両国の議員が揃って日本を貶めようとしているので、さっさと解散してほしいです。最後まで見てくれてありがとうございます。